小原ダムは、島根県雲南市、一級河川、日川本流上流部に、設置のダムである。国土交通省中国地方整備局が、施行主体である、国土交通省直轄ダムで、高さ90メートルの重力式、コンクリートダム。2011年に完成。1972年の昭和47年7月豪雨を、木に、新事故。 中海を含む日川水系及び隣接する神戸川の治水と県と松江市への上水道供給を目的とした日川神戸川総合開発事業の中心事業として、室味ダムとともに建設が進められている特定多目的ダムである。ダムによって形成される人造庫は地元工房によって桜と日本神話の一つで日川流域に深く関わる。 山田おろちにちなみ桜おろちこと命名されている。日川は、島根県東部、旧出雲国地域を、主な流域に持つ、流路延長約1 5 3トル流域面積、約2540平方キロメートルの一級河川であり、県西部の豪の川に次ぐ大河である。中国山地を水源都市西から北へ流路を取り、 日川平野に入ると東へ急カーブを描くように流れ、新事故に注ぎ、松江市街で大橋川と名を変え市街地を貫流。さらに、中海を形成して、境水道より、日本海へと注ぐ。河川法における日川は、源流から新事故、大橋川、中海、境水道の河口までを含んでいる。古くより、沿岸地域の農業用水として利用されているが、 大和大蛇伝説に見られるように古くから洪水を引き起こす暴れ川としても知られ、流域住民はその対策に悩まされていた。なお、日川流域に隣接する神戸川水系は、本来は独立した二級河川であったが口実の理由によって、日川と一体となった河川改修が必要とされ、2006年8月1日より、日川水系に併合され、 一級河川に昇格している。新事故空撮。左中央より日川が流入。洪水時には右側の松江市街地を中心に浸水被害を受ける。日川における水害の被害は江戸時代より大きくなっていた。その理由としては一つには河川流路の変化、もう一つにはたたら製鉄の影響がある。元来、日川は 大古ソ湾付近で神戸川と合流し日本海に注いでおり、新事故や中海とは通じていなかった。しかし、江戸時代度重なる洪水で流路が変わり新事故に注ぐ、現在の形態となった。この新事故より流出する唯一の河川が大橋川であるが、川幅は狭く日々川の水量を速やかに、 排出するだけの能力はなく、大雨が降れば大橋川付近で、水がせき止められ、新事故に溢れ出し、沿岸の松江市は、浸水被害を被るようになった。これに加え日川上流は、砂鉄の産地であり、古来より、カンナ流しと呼ばれる流水で砂と鉄を分離する、手法による製鉄が、盛んに行われ、松江藩においても奨励された。 しかしこの手法により大量の不要な土砂が、日側に流されたことで、中流、下流に土砂が堆積、次第に、平地より、川底が高くなって天井側となった。したがって、大雨や台風で日側が増水すると中流では、天井側の影響で容易に堤防より、水が溢れ、下流では、大橋側のバックウォーター現象で、新事故が増水し被害を受けるという複合的な、 問題を抱えるようになった。このため、松江藩政時代より大橋側の改修や堤防の整備などが実施され、1922年には内務省による直轄改修も行われたが、根本的な解決策にはならず、戦後に入っても1945年の枕崎台風や1954年、1964年、1965年の 梅雨前線豪雨により度重なる被害を受けた。1966年に日比川は、郷野川、高橋川、旭川、吉井川、千代川、沢川とともに河川法に基づく一級河川の指定を受け、建設省による直轄改修が着手されようとしていたが、その矢先1972年7月。 中国地方全域を襲った1972年7月梅雨前線号により、過去最悪の被害を日川流域は受けた。松江市街地が、新事故の増水で、約1週間浸水したのをはじめ日川流域は、浸水家屋28,219戸、被災農地1万3 1ヘクタールにも及ぶ、広範囲の水害となった。事態を重視した。 建設省は、日川水系の総合的な治水対策を行うべく1976年に、日川水系工事実施基本計画を策定するが、この中で多目的ダムを用いた、河川総合開発事業を採用する。日川本流最上流部の三つ成ダム。建設省の砂防事業により建設された。建設中の大原ダム。日川では1950年より、 国土総合開発法に基づく、大山出雲特定地域総合開発計画の一環として、本流最上流部に三成ダムが、建設省中国四国地方建設局により着手され、島根県営の水力発電事業と共同で1953年に完成。その後日本各地で河川総合開発が盛んになる1950年代後半には、 日川水系でも多目的ダム構想が持ち上がった。日川本流に2カ所、支流の三戸谷川に1カ所のダムを建設して、治水と考え、水力発電に供するという構想であった。この計画において、小原ダム計画が登場。直下流に計画された、川出ダム計画とともに日川の治水を図る、つもりであったが、構想は、立ち下となった。 しかし1972年豪雨を受けて、再度お原ダム計画が持ち上がり1976年に事業が発表された。日い川水系では上流にお原ダム、中流部に日い川放水路を建設し下流部は、大橋川の川幅拡張と、堤防建設による新事故の流水疎通能力強化を、治水計画の主眼としており、 日川放水路によって隣接する神戸川に日川の下水を放流することから神戸川の治水計画も合わせて必要となり、神戸川上流部に二級河川では沖縄県以外としては初となる特定多目的ダム建設が計画された。これが湿味ダムであり、日川、神戸川両水系は一体となった治水計画が定められた。一方で日川は 活水になると極端に流量が減少し、稲作にも大きな支障をきたしていた。特に1972年7月豪雨の翌年は大規模な干ばつとなり、松江市で1日2時間給水、134日間の給水制限を受けた他の地にも被害を生じた。その上、松江市の人口は増加しており、既存の水源である布ノブダムなどでは、 不足が生じていた。このため、上水道の供給や季節農業用水路への安定した水補給が欠かせなくなり、治水を目的に計画された、小原ダムに、その期待が持たれた。こうした理由より、小原ダムは、室味ダムとともに、島根県東部の治水、利水のようとして計画された。小原ダムの水没予定地。 かつてこの一帯に66個の住民が生活を営んでいた。大原ダムは大原郡キスキ町に建設されるが、ダムによってキスキ町と似た郡似た町の66個が水没対象、付け替え道路敷設などによる移転を含めると111個が移転対象となる。ダム計画が持ち上がると同時に建設省は1976年12月領庁に、 ダム建設に必要な地形、地質、水門などを調査する予備調査の申し入れを行うが地元はダム建設に猛烈に反対し、1978年に予備調査の同様、両庁から承諾されるまで約2年を費やした。しかし地元の反対運動は止むことがなく、実際に現地における予備調査が行えるようになったのは1986年に、 キスキ、ニタ領庁と、住民団体との間で、現地調査立ち入り承諾書の締結がなされてからであり、ここまで10年が経過した。翌1987年には、正式に、事業採択が行われ、以後は、水没住民との保障交渉、及び漁業権を保有する日川漁業、共同組合との漁業権保障交渉が行われたが、 水没住民との保障交渉が妥結したのは1995年、日川漁協との保障交渉が妥結したのは2001年のことであり、予備調査開始から保障交渉の全妥結まで実に四半世紀を費やした。この間1993年には水源地域対策特別措置法の指定ダムとなり、保障及び生活再建への諸政策が立案され、 1996年には、三田町、木杉町の周辺整備計画が成立する。予備調査着手から完成まで35年を費やした、日本の長期化、ダム事業の一つである。しかし現在は、地域に開かれた、ダムとして、国と島根県、及び、雲南市が一体となった、周辺整備計画が進められており、将来的には、 奥出雲地方のレジャーに活用する方向である。ところが2009年に誕生した民主党の鳩山幸男内閣の国土交通大臣、前原誠二は計画、建設中のダム事業すべてを凍結する方針を打ち出し、本体工事が終盤を迎えつつあった、小原、沈み量ダムも凍結対象とした。これには、地元島根県や雲南市当局、 移転住民も当惑したが、日本各地の対象ダム所在自治体主張からの強い反発もあり、12月には本体工事が進行しているダム事業は凍結対象から外され小原ダムは建設が続行された。ひみダム。小原ダムとともに日川水系の治水に重要な役割を持つ。小原ダムは1950年代に一旦計画が持ち上がった際より、 大規模なダム計画であった。当時の計画では A 案と B 案があり、両案とも形式は重力式、コンクリートダムであるが高さと総貯水容量については A 案では75メートル4610万立方メートル、B 案では84メートル7320万立方メートルであり、現行計画は B 案に近い内容となっている。 完成すれば、日川水系最大のダムになるほか、島根県内では高さで施行中の第二浜田ダムに、次いで、第二位、総貯水容量では、喧嘩最大となる。この貯水池規模は、出雲ドーム約127杯分に相当する。ダムの目的は、洪水調節、不特定利水、上水道供給の3つである。洪水調節では、ダム地点を基準とした、 計画降水流量毎秒2500立方メートルを毎秒900立方メートルに抑え中流部に建設される日川放水路とともに日川の新事故への流入量を抑制することで大橋川改修事業と相まって新事故の増水を防ぐ不特定利水では毎秒16立方メートルの流水量をダムからの河川維持放流によって確保することで 日側の川枯れを防ぎ環境水利り県分の農業用水種水を維持するほか日側の河川生態系を保全する。そして唯一の利水目的である上水道供給については県と松江市の北海も市、雲南市北部の3市を対象に島根県企業局による水道事業としてついた治療で最大3万8000立方メートルを供給。 季節の県営ダムである布ノブダム、山佐ダムとともに、松江市の水がめになる。なお工業用水道供給と、水力発電については、質水ダムの目的となっており、利水については両ダムが目的を分担している。ただし新規農地開発事業がないため考え目的は、両ダムともに有していない。小原ダムは三つの目的を有するが、最重要目的は、 ダム建設の契機にもなった治水であり、洪水期には、早朝水容量のうちおよそ60%を、治水容量として活用する予定であり、治水対策に、最も意を用いている。桜オロチコ、小原ダムは、水源地域対策特別措置法の指定を受けたことで、周辺地域活性化のための整備が行われることになったが、2005年3月に、国土交通省より、 地域に開かれたダム事業の指定を受けたことで、ダムを積極的に地域に開放することで観光、レジャー拠点として有効活用する方向性が固まった。同事業では、広島県のオニーダムや京都府の日吉ダム、神奈川県の宮ヶ瀬ダムなども指定されており、これらのダムでは国、県、地元が3位一体となった。 地域整備が行われたことで、宮ヶ瀬ダムの約135万人をはじめ年間50万人以上の観光客を集める観光地に成長した。小原ダムでは、ダム本体内部を含めて積極的に開放するほか、北山ダムや沼目ダムに見られるサイクリングコースを建設し、ロードレース大会も可能なコースを整備する。またダム湖については、ボートコースを整備して、 ボート競技に利用、ダム周辺では、展望台建設や地元特産品の販売所を設けるなど地元と共同で、周辺整備を計画している。すでに地元を中心に小原ダムの有効活用を、検討するための競技会設置や、シンポジウムが開催されている。ダム湖については、名称決定に向けて、ひみダム湖、小原ダム湖湖名選考委員会が発足し、 現在検討が行われているが、お原田子については、日川上流部の住民が、山田大蛇伝説にちなみ、オロチを湖名に入れることをしているのに対し、下流住民が、オロチは水害を連想するとして、難色を示すなど、意見の相違が見られた。最終的には、山田大蛇伝説と日川を代表する花である、 桜を合わせ、桜おろち子という湖なで2010年9月正式に決定された。一方、環境破壊の権下として、環境保護団体やダム反対派から球断されやすいダム事業であるが、小原ダムについては工事現場緑化と水没地域、樹液地域総合交流事業の一環として、日川流域の小学生による工事現場周辺の植樹事業、 どんぐりの森づくり活動を半年に一回行っている。これはダム建設に伴い伐採された山肌に元から植生していたクヌギ菓子は水ならなどを植樹するという事業で流域の179小学校4700名の小学生が植樹に参加している。小原ダムへは松江自動車道水トやキスキインターチェンジを出て左折してから突き当たりを右折し、 国道54号に出て右折し、国道314号を奥出雲町方面に向かう。ダムに通じる国道314号は片側1、車線の回送路であり、日川を渡る、平田大橋手前の交差点を左折して直進すれば、ダム岸の展望台へと至る。ここからダム工事現場の前景を見渡すことが可能である。 平田大橋通過後の橋上からもダム前景を見ることが可能であるが、路肩に駐車スペースがないため注意。戦前における河川管理は内務省の管轄であった。現在の国土交通省中国地方整備局。当時は中国地方と四国地方は一つの地方建設局が管轄しており、後に四国地方建設局が分離された。完成後は、 島根県に管理業務が移管された。ダムの正式な目的は水力発電である。島根県では、小原、湿見ダムのほか第二浜田ダムが凍結対象から外されている。詳細は、日本のダムダムと観光を参照。ありがとうございます。